こんにちは、女子服大好き緑川です。大分駅から乗車してきた特急日輪号を宮崎駅でお見送りします。ということで、やってきたのは宮崎駅です。宮崎駅の乗車は4200人、人口約40万人の宮崎市に位置します。まだまだ国鉄型の機動車も走る宮崎駅です。この宮崎県はその温暖な気候から1965年頃から始まった新婚旅行ブームで、宮崎市内には37万組が宿泊したと言われています。宮崎市は宮崎県の県庁所在地であり、九州沖縄地方では6番目の人口の都市です。またフェニックスシーガイアリゾートなどがあり、プロ野球やプロサッカーのキャンプ地としても選ばれています。緑川も野球観戦が好きなので、ここをキャンプ地としてプロ野球チームの応援に訪れたことがあります。フェニックスの木陰、やってきたのは5月の平日です。次の列車まで時間があるので、少し休憩することにしましょう。5月の平日、時刻は夕方になろうとしています。宮崎市内の高校から帰宅する時間帯です。そんな高校生たちが集まる雰囲気も感じながら、やってきたのはフルーツパフェです。さすがフルーツ王国の宮崎です。絵力が強すぎます。そんなパフェでワクワクする下校中の女子高生の雰囲気になれたかな。そしてやってきたメロンパフェに驚く緑川がこちらです。かなさんのいちごパフェもやってきました。それではいただきましょう。てげ、好きやっちゃわ。大変おいしくいただきました。お店の方々大変お世話になりました。束の間の途中下車の時間でした。名残惜しいですが、改札口へ向かいます。やっぱり宮崎はフルーツ王国ですね。次回はキャンプの時に来たいです。それまで美味しい地鶏焼きを楽しみにしたいと思います。実は宮崎駅から博多駅に向かうには最速のルートがあります。それは途中の新八代までバス便を使うのです。 JR 九州でも公式でバス乗り継ぎ切符を発売しています。そして宮崎空港を有するこの地域は IC カードが使えます。東京、羽田や大阪からも飛行機で来れるこの地域です。かつて起きた宮崎観光ブームでは500万人が利用したこともありました。この日は駅員さんもホークスのユニフォームを着ていました。そこで記念に写真を1枚撮らせていただきました。明日開催の試合までこの姿で皆様をおもてなすそうです。緑川も良い記念になりました。1号車から4号車です。電鉄は1号車です。グリーン車は1号車です。特急霧島号では車内販売を行っておりません。この列車は乗車券のほかに特急券が必要です。特急券はご乗車の前にお買い求めください。この列車はワンマン列車です。
特急霧島13号鹿児島中央行きの停車駅は南宮崎、清武、宮古の城、西宮古の城、霧島神宮、北部、隼人、梶木、鹿児島、終点、鹿児島中央です。次に乗車するのは特急霧島号です。この車両に使われているのも787系の特急電車です。1992年に登場しました。かつては博多駅から西鹿児島駅間に特急有明号が走っていましたが、当時の西鹿児島駅行きを特急つばめ号に変更しました。その際にこの車両が開発されました。ご案内いたします。この列車は16時22分発鹿児島中央行きワンマン特急霧島13号です。グリーン席は1号車前寄り、指定席は1号車後ろ寄り、自由席は2号車、3号車、4号車です。3号車の一部は指定席です。列車内はデッキも含め全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。止まります駅は南宮崎、清武、都城、西都城、霧島神宮、国部、隼人、梶木、鹿児島、終点、鹿児島中央です。発車までしばらくお待ちください。 Attention please. This is a Kirishima Limited Express bound for Kagoshima Chuo. We will be stopping at 南宮崎、清武、都城、西都城、霧島神宮、国部、隼人、梶木、鹿児島、and the Kagoshima Chuo Terminal. Cars number 2 through number 4 are for passengers without reservations. A part of car number 3 is for passengers with reservations. Please do not smoke on this train. We will be departing shortly. Thank you.この列車の特徴は何と言ってもワンマンの特急ということです。運転士さんがドアの開閉を行い運転をしています。ドアが閉まります。ご注意ください。ご利用くださいましてありがとうございます。次は南宮崎に止まります。 Attention please. Thank you for using JR 九州 Railways. The next stop is 南宮崎。次回は特急霧島号の続きをお届けいたします。ご視聴いただきありがとうございました。